イオン仲間店は、四九州が、福岡県仲間市で運営している大型商業、施設である。仲間市と北九州市や幡西区中南部における商業施設である。建物運営は、グリーンプラザ開発株式会社まず、現在の東館にあたる建物が普通の大英中館店として開店。2年後に開業した、ユニード特力アピロスと似たような作りであった。 大型 SC を形成する天気となったきっかけは1983年まで遡ることになる。1983年に地元ディベロッパー会社が建設する中間プラザビル内にプランタン中間が売り場面積1枚2300平方メートルを使って出展することが決まった。ところがその後のプランタンの経営が悪化し、 再三が見込めないことから1985年に出店を断念。これを受け社長の中内が大体案で2つの建物で構成された大型 SC 建設を建設することを明らかにし、プランタン出店計画地に現在の西館にあたるディスカウントショップ、バンドール中間店を1993年に開業した。拡張の手は、 止まることなく1998年11月20日には、現在のモール間にあたる、専門店ビル、中間アミューズプラザ 21C が開業。アメリカの映画工業大手、AMC エンターテインメントインターナショナルと手を組み、一箇所では、国内最多の16スクリーンのシネコンを併設した。この時、三つの建物の総称、ショッパーズモール中間が誕生した。 しかし近年は再建パートナー4グループと連携しつつも地域内での競合の激化、農型潮の原にイオンモール直方が開店して、以降は特に八幡西区南部で買い物客を奪い合う状況となっている。さらに2011年7月には隣接する水巻町に開店したグランモールに移転する形で閉店したテナントを初めてナントの撤退が、 相次いでおり、アキテナントが急増していた。このような背景から、2012年1月15日には、西立が閉店し、東館とモール館のみでの営業となった。その後その2館だけで、同年3月10日にリニューアルオープンさせ、西立にあった、ベスト電気や100円ショップキャンドゥはモール館に移動した。西立はしばらく閉鎖されていたままであったが、 同年7月12日に2階に、ボーリング場、スポルト仲間がオープンし、その後改装され再び3艦体制での営業に戻っていた。近年は、グランモールに移転した店舗が再び戻ってくるなど、復調の兆しも見せていた。2021年9月30日に、大英中間店の開業時から使われてきた。 東館が築43年と老朽化したため、道館とモール館が一時閉店する運びとなった。東館は取り壊して建て替える予定。モール館は改修工事をする予定。再オープンは2022年秋頃の予定だが、新店舗の規模や売り場構成は現時点で発表されていない。また、西館に関してもリニューアルが計画されており、こちらは、 同年10月24日に一時閉店。来年の春に再開予定となっている。総合スーパーのイオン仲間店を各店舗とし、メガプレックスのユナイテッドシネマ仲間16やボーリング場のスポルト仲間が入居していた。ありがとうございます。